けじゃ謎をかけてもどんかんな人だから、夏の服を着て春の海に来た、あなたのシャツで優しくかばって My heartそんなに急がなくて。はい。デルダンディが来てもう5ヶ月になるのか。こんにちは。いらっしゃい。今日もごちそうになります。ごちそうになりますじゃないよ、ここんとこ毎日じゃないか。いいじゃない、別に材料費はちゃんと払ってるんだし。それに私、メルダンディのご飯好きなんだ。そう言ってもらえると嬉しいです。待っててください、もうすぐできますから。よろしく。うん、暑いわね。ああ、はい、これ、ケイちゃんに来てたわよ。ああ誰からだ、あれ、書いてないや。ケイちゃん、あ今年の夏はどこにも行かないの？ああ、金がないからな。寂しい夏休みだね。ほっといてくれ。海でも行けばいいのに。海？そっか、ケイちゃん金槌だっけ。泳げるよ、10メートルだけどね。沈みながらでしょ。お待たせしました、食事にしましょう。ごちそうさま。しかった。めぐみは今年どっかに行ったのか。うん、海に2回。まあ海へ。いいですね。ありがとう。私海って行ったことないんです。へえ、珍しい。ねえ、ケイちゃんに連れてってもらえば。海へですか、行ってみたいですね。海か、連れてったら喜ぶだろうな。デルダンディ。ケイチさん。デルダンディ。ケイチさん。デルダンディ。ケイチさん。デルダンディ。よし、行くぞ。そしてひと夏の体験を、せめてキスぐらいは。よし、俺はやるぞ。何をやるの。いや、大したことじゃないから。ケイチさん。はい。私、買い物に行ってきますから。うん、行ってきます。行ってらっしゃい。開けたら爆発するんじゃないだろうな。まさかな。うお、これはこの
疑わしげなタイトルは、こんなものを送ってくるのは先輩だな。ベルダンディがいないうちに。おお、いつアタックを始めるのかと、私もそればっかり気になって。君は。私は恋のキューピッドで、彼女にどうアタックするの？アタックって何も。あら、そんなことじゃダメよ。女はね、刺激的なことを求めてんのよ。まずは海で思いっきりボディタッチして、よりそう弱気になっちゃダメよ。二人っきりになったらこう抱きしめて、あとは一気に最後まで。待ってくれ。なぜ逃げるの？あんたがそんな風だから二人の仲が進まないのよ。本当にやる気あるの？やる気はあるけど。いい？彼女は待ってるのよ。あんたの行動を体全体で求めてるのよ。ベルダンディが俺を、じゃなくて君は誰なんだ？なんでそんなに俺たちのこと知ってんだ？私は何でもお見通しよ。ちっ、もう帰ってきたか。とにかく頑張るのよ。私も応援するから。応援って？それから私のことは妹に内緒よ。あの子固いから怒らすと怖いんだ。あんただってそのビデオ見つかったらヤバいでしょ。妹？待てよ、君本当にベルダンディの？姉のウルドよ。お姉さん、あれが？とっても素敵なところですね、ケイチさん。とっても綺麗だ。本当、とっても綺麗。ケイチさん、浜辺に行ってみませんか？行こうか。まずは手なんかつないじゃおうかな。しかも水着姿のベルダンディと。早く来ないかな。だーれだ？これはベルダンディがこんな大胆なことを。やっぱり海っていいな。ベルダンディ、お姉さん。応援に来たわよ。本当に来たんですか？何よその言い方。すいません。で、作戦は？とりあえず手をつなごうかと。甘い、大甘だわ。そんなんじゃダメよ。ダメですか？当たり前でしょ。これを使いなさい。それは？ウルド特製日焼け止めオイルよ。これを使って触りまくるの。
そうすればあの子もメロメロよ。触りまくる？ああ、メロメロよ。メロメロ。頑張ってね。私は隠れて見てるから。ああ、お姉さん。ノンノン、ウルドでいいわ。じゃあね。あ、ウルドさん。まいったな。ケイチさん。来た。ベルダンディ、ここだよ。ごめんなさい、お待たせしちゃって。いや、俺も今来たとこだから。水着ってこんなのでいいのかしら。私着たことなくて。とても似合ってるよ。あ、よかった、気に入ってもらえて。うん、綺麗だよ。あ、そうだ、ベルダンディ。はい。 あの日焼け止めオイルがあるんだけど、塗ってあげようか。はい、どうすればいいんですか。まずうつ伏せになってもらえるかな。はい。じゃあ乗るね。ポッピサットくん、お久しぶり。こんなところで会うなんて偶然ね。三島さよこ。しかも彼女連れなんてやるじゃない。こんにちは。この子、侮れないわ。あら、大学で見かけたことがあるわ。あ、彼女留学生なんだ。あちらは三島さよこさん、同じ大学だよ。はじめまして、ベルダンディです。ねえベルダンディ、君も一緒にどう。今からクルーザーで外海に出るんだ。ね、ちょっとぐらいいいじゃないですか。ダメだ、強制力が。あれ、来ない。トシユキ、行くわよ。ああ。じゃあね、森里君、また後で。ベルダンディもね。強制力はどうなっちゃったんだ。変ね、システムに異常でもあったのかしら。後で調べてみます。うん。邪魔が入ったけど、さっきの続きをしよう。はい。オイルは。ああ、そんな。もうちょっとだったのに。こうなったら次の手よ。冷たい。もうケイチさんからお返しよ。冷てぇ。ずいぶん遠くまで来ましたね。そうだね。ウルドの計画その2、ボートに乗って沖に出よう。なんだかよくわかんないけど、ベルダンディも喜んでるし、まあいいか。そういえば強制力ってどうだった。それが連絡はしたんですが、ウルド姉さんがいなくって。え、お姉さん。ええ、システムの管理は姉の仕事なんです。だから姉に聞いてみないことにはよくわからなくって。そうなの。ケイチさん、一緒に来いでもいいですか。うん、いいよ。あ、気をつけて。ベルダンディ。うわって大丈夫。よかった。これは、この体勢は。うまくいったわ。あとは圭一次第よ。すみません。このまま一気に。ベルダンディ。圭一さん。Ah!
めんなさい。大丈夫ですか？ああ、またあいつだわ。さよこさん、ベルダンディだったの。ほら、森里くんは一緒じゃないの？ケイチさん、助けて。ごめんなさい、ケイチさん。あなた、最低ね。泳げない人をこんな沖まで連れてくるなんて。よくそれで彼女だなんて言えるわね。だいたい留学生だかなんだか知らないけど、森里くんに甘いすぎよ。案外森里くんも迷惑してるんじゃないの？ダメね、私って一人ではしゃいで。私、圭一さんと一緒にいちゃいけないのかしら。圭一さんは私のことどう思ってるのかしら。どうして泣いてるの？圭一さん、よかった、気がついて。そうか、俺溺れたんだっけ。ごめんなさい、私圭一さんが泳げないなんて知らなくて。それで私、圭一さんと一緒にいたら。ベルダンディ、ごめんなさい、私氷をもらってきます。ベルダンディ、どうしたんだろう、泣くなんて。俺のせいかな。その通りよ。ウルドさん、よくも妹を泣かせたわね。私の計画も全て失敗するし。ああ、なんでこんな情けない男。まあ、ほっといてくださいよ。あ、そう、私の言うことが聞けないっていうの？あの子が愛想尽かして天上界に帰ったって、私もう知らないから。天上界へ？あの子がなぜ泣いてたかわかる？それはね、あんたの愛が足りないからよ。そんな、俺はベルダンディよ。それをあの子に伝えるのよ。でもまた失敗するといけないから、私がとっておきの魔法をかけてあげるわ。魔法？ええ、これが魔法の薬。これを飲めば勇気100倍、あなたも愛の戦士になれるわ。愛の戦士に？そうよ、頑張って。じゃあ、ね、よし。シェイクスピアも使ったという恋の媚薬よ。目覚めた時に見たもの、それこそが真の恋人。誰か来たみたいだな。ベルダンディかな。森里くん、ねえ、いるんでしょ。私、さっきのこと謝ろうと思って。考えてみたら私も悪かったのよね。ごめんなさい。あった、何よ、返事ぐらいしたら。いきなり開けるなんてひどいじゃない。さよこ、ねえ、なんとか言いなさいよ。美しい。え、あれ、美しい。ま、待て、俺は何言ってんだ。な、何よ。見つからないと思っていた青い鳥はこんなところにいたんですね。ちょっと、ああ、なんて柔らかいんだ。いい加減にしてよ。
キブリホイホイに惹かれるように。またもんな、こりゃもうダメだ。危険も顧みず君の唇を求めているのです。ウルドさん助けて、こんなところベルダンディに見られたら。やめなさい、あなたにはベルダンディがいるでしょ。ベルダンディ、違うよ、僕は君にそばにいてほしいんだ。私はゲイチさんのためにここにいます。でもゲイチさんが望まないのだったら私は違う、違うんだベルダンディ。ちょっと誤解よ、私は謝りに来ただけなのよ。ごめんなさい、何も聞きたくないの。本当に何でもないんだから。ベルダンディ気づいてくれ、違うんだベルダンディ、違うんだ違うんだ。お久しぶり。どうもおかしいと思ったら姉さんだったのね。まあそういうことかな。圭一さんに何をしたの？ちょっと薬をね。あんたたち見てるとイライラしちゃってつい。圭一さんを元に戻して。いやよ、そんな情けないやつそのままで十分だわ。なんですって、いくら姉さんでも許せない。ちょっとマジにならないでよ。圭一さんを元に戻しなさい。それがこんなことになるなんて思わなかったもんで。まさか治らないんじゃないでしょうね。ごめん。そんな、圭一さんお願い、元に戻って。あなたが元に戻るのなら女神の力を失ってもいいわ。お願い圭一さん、元に。ベルダンディ、圭一さん、あれちゃんと喋れる。圭一さん元に戻ったのね。ああ、ごめんなさい、ウルド姉さんのせいで。なんだ、もう知ってるのか。圭一さん、こんな目にあって私のこと迷惑じゃないですか。そんなこと、女神が俺のところに来てくれた幸運からすればこんなことの一つや二つ。ごめん、さよこのこと。いいの、何も言わないで。うん、ああ、お熱いことで。さて、そろそろ帰ろっかな。
からだわ。強制力システム介入によりシステムダウンしたこと明らかになった。しばらくの間帰還を禁止するですって。ということは多分うちに来るんじゃないかと。あー、やっぱり。あの、嫌でしたら。いや、女神様が二人になるんだから幸せも二倍になるさ。すみません。えらい。ま、そういうことでよろしく。はい、とう。キューピッドを気取って地上に降りてしまったウルドのせいで大量発生したバグと戦うけなげな少女スクルドの物語。はあ、お姉さま、あなたはこんなところにいてはいけない。私が天界に返してあげる。寂しいって素直に言ったら